皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。MLB、ロッキーズ6、3ドジャース、日本時間22日、ロサンゼルス。ドジャースは21日、日本時間22日、本拠地でのロッキーズ戦に3対6で敗れた。これで残り7試合となり、シーズン成績は92勝63敗。 2020年の短縮シーズンを除いて4年連続で達成していたシーズン100勝には届かないことになった。画像、とても失望、大谷翔平が着用するユニフォームに批判殺到。名門ドジャースは2013年から8シーズン連続で地区優勝。2021年は2位に終わったものの、2022年からまた王者の座を守っている。 チームはダルビッシュ有投手、ゲンパドレス、だが所属した2017年2 9 7 4年以来となる100勝を達成。2019年と2021年は106勝、2022年は111勝、昨期はちょうど100勝だった。今期は約1800億円をつぎ込み、新たに大谷翔平投手、山本義信投手、タイラー・グラスノー投手、 テオスカー・ヘルナンデス外野手らを補強してシーズンイン。ムーキー・ベッツ内野手が支給で2ヶ月離脱したこともあったが、大谷らがカバー。地区首位はキープしながらも、7月は11勝13敗と負け越し。7月終盤から8月にかけてはフレディ・フリーマン内野手が家庭の事情で離脱し、その期間は苦戦を強いられた。また、投手陣が苦戦。山本やグラスノー。 ウォーカー・ビューラーら故障者も相次ぎ、チーム防御率3.94は MLB15 位。得点数で MLB2 位の打線に助けられる形となっている。地区優勝争いでも、パドレスが好調で3ゲーム差に接近。24日、同25日からは直接対決も控えており、結果次第では2位に転落する可能性もある。残り7試合。 大谷と山本のドジャース1年目のレギュラーシーズンはどのような形で終えることになるだろうか。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。